皆さんこんばんは、ワドです。ポートレートを撮ってます。今日ご紹介するポートレートはですね、僕が育った町の、地元の成田というところ、成田空港の、どっかで撮影をしてきました。で、すごくいい写真が撮れたので、まずはこちらをご覧ください。こちらはですね、僕、結構写真を撮り始めて今日で4日目、5日目ぐらいになるんですけれども、ソニーの α7 というカメラを、ミラーレス一眼レフのカメラを買ったんですけれども、すごく最近、だんだん使い方を覚えてきて、結構気に入った写真だったんで、皆さんにご紹介したいなと思って写真を撮り始めました。で、今のところですね、一眼レフカメラ始めてまだ5日目なんですけれども、まあ、F 値であったりとか、まあ、ISO とか、あと、まあ、シャッタースピードであったりとか露出であったりとか基礎的な部分を、こうようやく覚えて、であとはホワイトバランス調整したりして、やっと素材としてね、自分の好きなカメラを自分が好きな写真を撮れるようになってきたなって思ってます。でですね、まだね、Lightroom とかね、Photoshop の加工の方が覚えてないので、全然手加えてないんですけれども、これから、写真を撮ったらね、皆さんにこういう写真が撮れましたっていう報告をしていきたいと思ってますので、ぜひご覧ください。写真が好きな方、ぜひ、写真に詳しい方も、これから頑張って写真と、動画を撮っていきたいと思ってますので、ぜひアドバイスをください。アドバイスをくれる方はこちらのコメント欄の方に、コメント書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。